ヒマリアは木星の第6衛星。2018年までに発見された衛星の中で内側から11番目の軌道を回っている。木星の衛星の中では6番目に大きなサイズを持ち、また木星の不規則衛星に分類される中では最も大きい。ヒマリア軍という衛星の集団の中で最大のものである。ヒマリアは1904年に チャールズ・ディロン・パーラインによってリックテン問題で発見された。12月3日の観測で初めて検出され、その後数日間にわたって観測が行われた。ヒマリアの発見は翌1905年1月5日に公表された。ヒマリアは比較的大きな衛星ではあるが、詳細な撮像観測は行われていない。2000年12月18日から19日にかけて、 土星探査機か c ニが土星に向かう途中にヒマリアの画像を444万キロメートルの距離から撮影した。だが、あまりに距離が離れていたため極めて解像度は低く、地表の情報を読み取ることは困難であった。2007年3月7日にもニューホライズンズが冥王星に向かう途中の木星観測の一環としてヒマリアを撮影したが、 これも距離が離れていたためにわずか数ピクセルの画像に止まった。名称はゼウスの三人の息子を生んだギリシア神話のニュンペイ、ヒマリアから名付けられている。発見以降、長い間にわたって命名されておらず、正式に命名されたのは1975年で、それ以前はジュピター6として知られていた。ギリシア神話に登場する女神からとってヘスティアという、 名称で呼ばれることもあったが、これは最終的に採用されなかった。ヘスティアという名称は1955年にブライアン・マースデンが提案したものである。この他にも複数の名称案が提案されていた。ヒマリアは木星からおよそ1150万キロメートルの距離を公転しており、約251日かけて軌道を一周する。 ヒマリアの周囲には似た軌道の特徴を持つ衛星が複数あり、これらはヒマリアから名前をとってヒマリア軍と呼ばれている。ヒマリア軍の衛星は木星からの距離が1140万から1300万キロメートルの範囲にあり、軌道傾斜角はおよそ27.5度である。ヒマリアの自転周期は7時間46分55秒と測定されている。 ヒマリア軍の他の衛星と同様に灰色っぽい色をしており、色指数は BV=0.62VR=0.4 である。これは C 型小惑星に類似した特徴である。カッシーニによる近赤外線での観測では全体的に特徴のないスペクトルであることが確認され、また3メートルの波長で水の存在によると思われるわずかな吸収が検出されている。 地上観測からは直径は1 7 0トル程度だと推定されている。またカッシーニによる観測からは半径が7 5 0トル6 1 0トルと地上観測と同程度の推定値が得られている。ヒマリアの質量の推定についてジェット推進研究所のソーラーシステムダイナミクスのウェブページでは平均密度を2.6 グラムマイ立方センチメートルと仮定し、半径を85キロメートルとして6.7018キログラムという値を掲載している。2005年には他の衛星からの上乱に基づく質量推定が行われている。ヒマリアは同じヒマリア群に属するエララと1949年7月15日に65,031キロメートルの距離にまで接近しており。 この時の影響から質量が推定された。これによると、質量の推定値は 4.2018kg となる。論文で直接推定されているのは、衛星質量に万有引力定数を乗じた値であり、ここに掲載した値は万有引力定数で割ったものである。ありがとうございます。